今回は流山市西初石にあるベトナムタイ料理のお店チョロンさんの店頭に食品自動販売機が設置されたということでしたので行ってきました。チョロンさんは東武アーバンパークライン初石駅から徒歩1分のところにあります。専用駐車場はございません。お車でお越しの場合近隣のコインパーキングをご利用ください。お店の営業時間ですが、営業日は木曜日、金曜日、土曜日。営業時間は11時から売り切り次第。現在、夜の営業と酒類の提供はいたしていないそうです。本題の食品自動販売機についてです。店頭の食品自動販売機は365日24時間稼働しており、年末年始休暇時も店休時も販売しています。気になる購入できる料理ですが、トムヤンクンフォー、スープ、450円。鶏肉のフォー、スープ、鶏肉、450円。牛肉のせ、フォー、スープ、牛肉、450円。フォーの麺、200g、200円。グリーンカレー、ルー、ナマス、500円。ガパオ、具材、400円。ベトナム風唐揚げ、360円。エスニックポテトサラダ、350円。と種類豊富なメニューがございます。今回はグリーンカレールーナマス500円を購入してみました。パックの中にはパックされたグリーンカレーのルーナマス、そして作り方が書かれた紙が入っています。作り方の説明には湯煎調理と電子レンジの場合の2パターンの調理方法が書かれています。今回は電子レンジで調理します。パックされたカレーを容器に移してラップします。電子レンジで500ワット1分30秒温めます。あとは盛り付けて完成です。グリーンカレーですが、複数のスパイスとココナッツミルクを使用しているためか、甘さの中にもピリッと辛さがあって絶妙なバランスです。癖や臭みとかもなく食べやすいなと感じました。賞味期限は購入から3日以内となっておりますので、お早めにお召し上がりください。今回は流山市西初石にあるベトナムタイ料理のお店チョロンさんの店頭に食品自動販売機が設置されたということでしたので、ご紹介させていただきました。気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。動画の内容が良ければ高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。